自分の自転車は、今は牧野製ですよね。まあその名の通り、牧野さんっていうビルダーの方が作っているんですけど、まあ、色はここ数年はこのパープルとシルバーをちょっと基調にして、いろいろこうブルー使ったり、ブルーとシルバーだったり、はい、でちょっとグリーンだったりっていうのもいろいろしたんですけど、やっぱこう出会った感じがありましたね。変えるだから理由がないというか、もうずっとここ数年はもうパープルとシルバー、はい、譲れないところですね。だから乗ってて気持ちいいフレームじゃないと自分嫌ですし、やっぱ今ね、もう日本全国すごくピストが流行って、ファッションと同じなので、自分の個性が出せるというのは、やっぱユニフォームもやっぱ借り物の与えられて着させられますし、ヘルメットもそうで、シューズもそうなんですよね。やっぱ市販されてるやつしかないので、どこでやっぱ自分アピールするかって言ったら、フレームのカラーしかないんですよね。お、新平っつったらパープルとシルバーだみたいな。はい、自分の、まあ、クラスというの選手とはちょっと珍しいかもしれないんですけど、何もこだわりがなくて、デビューしてからもう7、8年はもうサイズ、フレームのサイズっていう意味ではもう何も変わってなくて、だからもう先行1本の時からフレームサイズを変えてなくて、でまああえて変えるとしたらこう材質を変えるんですけど、それもやっぱ自分であれにしてくれ、これにしてくれっていうふうに説明するんじゃなくて、まあ、さっきもいっぱい出てきたビルダーの牧野さん任せですね。もう何十年とビルダーやってる人なんで、もうそこはもう全面的に信頼して、自分はどちらかというとこう自転車に合わせるタイプですね、体を、はい、体に合ったフレームではなくて、まあそこそこ乗ってればやっぱ体は順応していくので、自分がフレームに合わせるっていう、色だけはもう事細かく説明するんですけど、もう気に入らないカラーで来るともうそのまま即受け取り拒否でそのまま繰り返します。はい、もう自分はもうこれと決めたら基本は変えずに、まあ、これだけは気をつけなきゃいけないっていうのは、もう苦しい姿勢では乗りたくないので、楽に乗れるっていうのを前提に考えますね。はい、だからもう細かくサドル1ミリ2ミリの、セッティングっていう出し方はしないです、自分は。はい、もうだから基本この自転車乗れって言われたら、よっぽど変なセッティングじゃない限り自分は力を出す自信はありますね。自分はもう好きですね、このピスト、やっぱ競輪用のピスト、これ美しいんですよね、やっぱりすごくシンプルで、今やっぱカーボンとかチタンとか、すごく硬くて、高価な材質があるんですけど、やっぱ競輪っていうのはこの鉄のフレーム、やっぱね、クロモリのフレームっていう縛りがあるおかげで、やっぱもう究極にシンプルですよね。極力こうそぎ落としたというか、肉をそぎ落とした状態で乗るので、もうすごく見てるだけでやっぱ綺麗っていうか美しいんですよね。そうだからもう今すごく多いですよね、やっぱ都内とかでもピスト乗って、でみんな持ち味で自分の個性出して、こうフレームの色に合わせてなんて、服も着る服も考えるなんてこともすごく楽しいですし、競輪を走れないような自転車もすごく組んでますし、はい、楽しいですね、それを考えてるときは。競輪用のピスト以外ではもう15台は組みましたね。ありますね、トリック。さすがに興味があるんですけど、そういう練習してるところに顔を出したりはするんですけど、そこ行っちゃうとやっぱ怪我してなんぼで上達してっていう世界なので、やりたいんですけど、自粛してますね。見るのは好きです、すごく。だからもう夢としては、まあウィリーぐらいはできるようになって、ビッグレースを優勝してウィニングランでウィリーしてやろうかなと思って。もう本当その通りですよね。そうピストに興味をもらって、そこがいいんですよ、入り口が競輪ではなくて、お自転車っていう、おピストかっこいいっていうところからでいいんですよね。だから今チャンスなんですよね、すごくピストが浸透してきて、まあ車券を買ってもらってなんぼの世界なんですけど、競輪っていうのは、ただ俺競輪見るの好きだよっていうのからでもいいんですよね。自転車かっこいいなんて俺も欲しいなんていうふうに思ってもらえればいいですよね。あれないですか、自分がデビューした時には変な自転車乗ってるなっていう、それぐらいだったので、まあ自分たちがしてみたらピストがこんな流行るなんてっていう感覚はあるので、うまくこうシンクロさせて、競輪の PR、 何か自分ができることがあればやりたいなとは思っています。